湘南急行は2002年3月23日から2004年12月10日までの間、小田急電鉄が運行していた列車種別。東日本旅客鉄道の湘南新宿ラインに対抗する目的で2002年3月23日に多摩急行と共に登場したが2004年12月11日のダイヤ改正にて停車駅を従来の急行より少なくした。 快速急行の登場に伴い廃止となり、登場から2年半の短命に終わった種別であった。方向幕の表示は、玉急行と同様に、湘南急行のように、湘南がオレンジ色で、急行が赤色と複数の色を混入した珍しい表記であった。停車駅案内図では、オレンジ色単色で案内されていた。この停車駅案内図での色使いは、 快速急行に引き継がれている。小田急小田原線、新宿江ノ島線藤沢間に日中1時間2本運転していた。全区間を分割、併合のない重量編成で運転し、両駅間を最短57分で結んでいた。新宿相模大野間では小田原線の急行と合わせて、ほぼ10分間隔になるよう運行された。 廃止後から2016年3月までは、代々木上原新百合ヶ丘間の部分を、多摩急行が担っており、従前からの10分間隔運転を維持していた。2016年3月のダイヤ改正後も、この区間では急行の平均10分間隔が維持されている。登場から2003年3月28日までは、土休日の一部列車が、藤沢、片瀬江ノ島間を延長し、新宿、 片瀬江ノ島間を結んでいた。新宿駅代々木上原駅下北沢駅、成城学園前駅上戸駅、向こうが丘遊園駅から新百合ヶ丘駅町田駅、相模大野駅中央林間駅大和駅、湘南台駅藤沢駅急行が停車する、長古駅と南林間駅は通過していた。共同駅は当時は終日急行通過駅であった。ありがとうございます。